こんにちは、カオルです。セミリタイヤ願望のある皆さん、セミリタイヤ後のアセットアロケーションは考えていますか？別にすぐに考える必要はないんですけど、私は妄想するのが好きなので、あれがいいかな、これがいいかなっていろいろ考えています。そこで今回は、今までに考えたセミリタイヤ後のアセットアロケーションについてお話ししていきます。節約マスクのお金の話。私が考えたセミリタイヤ後のアセットアロケーションはこの4つです。株式 100%、オールウェザーポートフォリオ、カウチポテトポートフォリオ、TMF を利用したカウチポテト風ポートフォリオ。順番にお話ししていきます。まずは株式 100%。これはめちゃめちゃわかりやすいですね。私の現在のアセットアロケーションもほぼそんな感じです。現金 20%、仮想通貨 2% 以外は全部株式なので、現金を除いたリスク資産だけでいうと 98% 近くが株です。投資商品はいろいろありますけど、何十年か保有し続ける前提の長期的なリターンでは、過去の歴史においては株式が一番優れていました。セミリタイヤをする場合、フルタイムで働くのをやめてからの運用期間が普通の人より長くなります。特に私の場合は30代でのセミリタイヤを目指しているので、70歳から年金をもらい始めると仮定しても、それまでに30年以上の期間があるわけです。過去の実績からすると、株式のリターンは15年くらいである程度安定してプラスになるので、基本的にはセミリタイヤしても株式1本でいいと考えています。ただ仮想通貨だけは歴史が浅い資産ということもあって、爆発的に値上がりしてくれる可能性を秘めています。だから現状では一応少量保有していますし、セミリタイヤ後も少額は保有するかもしれません。株式の投資先の地域についてもそんなに変わらないと思います。普通は先進国株か全世界株をメインにして一国集中は避けると思うんですけど、私がセミリタイヤをするタイミングではまだ米国株に投資をしておくのが期待リターンが高そうな気がするからです。まあ、もう少し世界情勢が動いてくれば15年後とか20年後とかに買い替えてもいいのかなと思っています。ということで、ほぼ株式 100% で持っておくのが一番いいとは思っているんですけど、少し問題になってくるのは値動きリスクが大きいことです。ということで、値動きリスクを下げた他のアセットアロケーションを紹介するんですけど、その前に私がざっくりと考えているセミリタイヤの数字のシミュレーションをお話ししておきます。運用できる資産が5000万円あって、税引き後の年平均リターンが 3% だったとします。私はインデックス運用をする予定ですけど、高配当株でも 3% は十分に現実的な数字です。そしてアルバイトとか個人事業で年間100万円を稼いでいると仮定すると、毎月20万円使ったとしても元本を減らさずに生活をすることができます。見事なセミリタイヤですね。ちなみに全く働かなくて収入がゼロだったとしても、30年以上資産は枯渇しないので、70歳から年金である程度生活ができると仮定すると、完全リタイアも一応可能な計算になります。実際は私の場合だと毎月20万円も使わないと思いますし、平均リターンももう少し高くなると思っているので、これは割と余裕を持ったシミュレーションです。ただこの数字上の計算に含まれていないのが精神面での問題です。年平均リターンが 3% だったとしても、リーマンショックのような金融危機が発生したら一時的に 50% くらい下がってしまうこともあります。のほほんと漫画とか読んでセミリタイヤ最高とか思っていても、運用している5000万円がどんどん溶けていって2500万円になってしまったら、さすがにちょっと漫画に集中できなくなってしまいませんか？もちろん不安になったら少し労働を増やして収入を上げたり、節約をして支出を減らすこともできるんですけど、最初から値動きリスクが少ないアセットアロケーションにしておくというのも一つの手です。値動きリスクは少なくてそこそこのリターンがある資産配分といえば、最初に思いつくのはオールウェザーポートフォリオです。これは世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーターアソシエイツの創業者であるレイ・ダリオさんが、世界のエリート投資家は何を考えているのかっていう本の中で紹介していたポートフォリオです。資産配分は株式 30%、長期米国債 40%、中期米国債 15%、ゴールド商品 15% です。オールウェザーポートフォリオは経済成長期でも、景気後退期でも、インフレ期でも、
デフレ期でもどんな相場環境であろうと安定したそこそこのリターンが期待できるという特徴があります。実際にオールウェザーポートフォリオに近い資産配分でバックテストをしたところ、その安定感は抜群でした。1972年から2021年までという長期のバックテストにおいて、オールウェザーポートフォリオの年平均リターンは 9.07% でした。株式のみのリターンは 10.87% もあったので、リターンだけで見ると少し見劣りしてしまいます。ただその分、値動きの大きさを表す標準偏差はオールウェザーポートフォリオの方が明らかに低くなっています。一番大きく下がった年でも 3.9% しか下がっていないというのは驚異的ですよね。そして最大下落率、これは最高値から大底までどれだけ下落したかを表す数字ですけど、株式 100% だと 50% も下落しているのに対して、オールウェザーポートフォリオは 12% しか下がっていません。これはリーマンショックの時なんですけど、100年に一度の金融危機でも 12% しか下がっていないという実績は本当にすごいと思います。この50年間では景気が悪い時も世界情勢が危うい時もいろいろとありました。その中をこれだけ低リスクで株式にそこそこ近いくらいの高いリターンを出してくれるポートフォリオはなかなかないと思います。ただオールウェザーポートフォリオは ETF を少なくとも4種類は持たなくてはいけないので、ちょっとめんどくさいですよ。そこでもっとシンプルなカウチポテトポートフォリオでもいいんじゃないかと考えました。カウチポテトポートフォリオというのは、個人資産運用のコラムニストのスコット・バーンズさんの著書で紹介されていたポートフォリオです。これはめちゃめちゃシンプルで、株式と債券を50対50で保有するだけです。 ETF だと VTI と BND だけで作れるお手軽ポートフォリオですね。株式と債券は逆相関することが多くて値動きがマイルドになるので、ソファーに寝っ転がってポテトチップスを食べながら片手間で運用できるから、その名前が付けられたそうです。まさにセミリタイアに向いてそうなポートフォリオですよね。実際の成績はどうかというと、これもかなり優秀です。1987年から2021年までのバックテストで年平均リターンは 8.73% でした。もちろん株式 100% に比べると劣りますけど、この期間で見るとオールウェザーポートフォリオよりも高いリターンがあります。一方で標準偏差は株式のみよりだいぶ優秀で、ワーストイヤーも 16% 程度に収まっています。リーマンショック時の最大下落率も株式の半分程度の 25% なので、まあ頑張っている方ですよね。やっぱりオールウェザーポートフォリオの方がゴールドが入っていることもあって、よりディフェンス力は高い気がしますけど、お手軽に運用できるという点ではカウチポテトポートフォリオも十分にありだと思います。ただオールウェザーポートフォリオにしてもカウチポテトポートフォリオにしても、基本的には株式 100% のリターンを下回ってしまう可能性が高いと言えます。それは当然の話で、最初に説明したように、基本的には長期でのリターンが一番いいのは株式だからです。ただセミリタイアした後に SP500 に負けているポートフォリオを眺め続けていたら、やっぱりリターンはもっと高い方がいい、でもリスクは低くしたいっていうわがままな気持ちが生まれてくるような気もします。そこで考えたのが TMF を利用したカウチポテト風ポートフォリオです。 TMF っていうのはアメリカの長期国債の3倍レバレッジ ETF です。3倍レバレッジっていうのは1日の値動きが3倍になるっていうことなので、例えばアメリカの長期国債が 1% 上がった日は TMF は 3% 上がる感じです。そんなリスクの高そうな ETF をセミリタイヤ後のポートフォリオに入れて大丈夫なのって思いますよね。でも債券の値動きはもともとそれほど大きくない上に、株式と組み合わせれば基本的にトータルでの値動きはマイルドになりやすいので、意外と低リスクで大きなリターンを狙うことができます。具体的には株式 80% くらいに対して TMF を 20% くらい組み合わせます。株式と債券だけの組み合わせという点ではカウチポテトポートフォリオと同じです。でもパフォーマンスは大きく変わってきます。こちらは2010年から2021年のバックテストなんですけど、なんと TMF ポテトポートフォリオは株式よりもちょっぴり高い年平均リターンを出しています。もちろんリターンが高くてもリスクが大きかったら意味がないんですけど、標準偏差もカウチポテトよりは大きいんですけど、株式よりはだいぶ小さくなっています。
ワーストイヤーだけは謎に負けてますけど、コロナショック時の最大下落率は株式の半分程度で済んでいて、基本的には下落にも結構強いポートフォリオになっていると思います。リターンは株式 100% に負けないくらいあって、リスクはかなり低くなっているっていう、もうセミリタイヤとか関係なく理想のポートフォリオかもしれません。ということで、セミリタイヤ後のポートフォリオをいくつか考えたんですけど、もし私がすぐにセミリタイヤをする場合は、多分株式 100% を採用します。なんでかというと、今はすごく低金利なので債券投資のメリットがあんまりないからです。オールウェザーポートフォリオもカウチポテトポートフォリオも TMF ポテトも、すべて債券がリターンとリスクを整えるのに重要な役割を果たしています。ただその債券の魅力が薄れている現状では、わざわざそんなポートフォリオを組まなくてもいいと思います。以前に出した50代におすすめのアセットアロケーションという動画でも、債券は入れずにリスク資産は株式とゴールドの組み合わせをおすすめしました。この考えは現状でもまだ変わっていなくて、リスクを下げたいなら今はゴールドとの組み合わせがまだ無難だと思います。じゃあなんでお前は株式 100% なんだっていうと、まだ30代だからそこまでリスクを恐れていないからです。最悪リーマンショック並みの暴落が来て、それがそこそこ長く続いて精神的にきつくなって YouTube でも稼げなくなっていたとしても、まだアルバイトとか再就職で立て直すことが一応できるんですよね。なので私の場合は、今すぐセミリタイアするなら現状のほぼ株式 100% のポートフォリオをそのまま保有しておきます。じゃあ今回紹介した3つのポートフォリオは無駄だったかっていうと、そんなことはありません。あと数年もしたら、昔ほどではなくても金利がある程度上がって、オールウェザーポートフォリオとかを組むメリットが出てくる時期が来ると考えています。ただ1980年代から2020年までというのは、債券投資にとってはめちゃめちゃ追い風が吹いていた時代だったので、これからの低金利時代にどれだけいい成績が残せるかは未知数です。そういう意味ではTMF ポテトがまだ大きなリターンを残せる可能性があるので、もし金利が上がってディフェンシブなポートフォリオを組みたくなったら採用する可能性は高いと言えます。セミリタイア後も一つの運用方法に固執しないで、今のような経済成長期には株式 100%、 景気後退のサインがありそうなら TMF ポテトに切り替えるという感じで、柔軟に対応していくのが一番いいのかなと考えています。もちろん年齢とか収入によっても最適なアセットアロケーションは変わってくると思うので、いろんなパターンを考えておきたいと思います。以上、セミリタイア後のアセットアロケーションについてお話しさせていただきました。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。